皆さんこんにちは。姫路の台所、姫路中央卸売市場から新緑玉の情報をお届けいたします。今回お届けするのはこちら。明田県産のリンゴになります。今回まずこのサントキを紹介させていただきます。サントキと聞いて皆さんこのサンってなんだろうって思われた方もいると思います。サンというのはそのまま英語でサン、太陽のことですね、まあ、つまりこのリンゴは太陽にいっぱい当たって太陽の光を浴びて成長しましたということです。そうでないリンゴはまあ普通のトキと言われて、富士とかでもそうなんですけども、サンがつくのつかへんので袋掛けをしたかしてないかというのが分かります。その袋掛けというのは何でするかと言いますと、太陽の光をいっぱい浴びた方が甘くなるから、このサンの方が基本甘くて美味しいことが多いんですけども、ただ袋掛けすることによって色がこう、例えば赤いリンゴだったら真っ赤なリンゴになって綺麗な見た目になるんですね。それを目的として袋掛けされることが多いです。で、まあ、袋掛けというのは実ができてすぐに袋掛けしまして、で収穫する何週間か前に袋を取るんですね。そうすることで今まで光を浴びていなかった分、その刺激のギャップがあるんですかね、綺麗に色づいてこういう、まあこれも十分綺麗なんですけど、もっと真っ赤っかになるわけですね。今回ご紹介するこのトキの特徴なんですけども、特に秋田県産の中でも出てくるのが早い品種ですね。こうトキの後にはまあ他にもシナノンスイートとかそれも出てくるんですけども、特にこの10月デマルリンゴのトキとヤタカが最初に出てきます。トキリンゴの特徴は、まあ見た通りこの黄色いリンゴっていうことがまず第一の特徴ですね。皆さん多分黄色いリンゴを言ったら、あの有名な王林を多分想像される方多いと思うんですけども、トキと王林は全然食味が違います。王林は柔らかい甘さなんですけど、トキの場合はちょっと甘酸っぱい感じというか爽やかな甘みがありますね。全然こう違った食味になりますので、食べたことない人はぜひ一度食べてください。大変美味しいリンゴですので、きっとファンになると思います。トキの、まあ、組み合わせなんですけども、できたのが青森県で作られたリンゴなんだそうなんですけど、まあ、その掛け合わせは王林と光月というリンゴを掛け合わせたというふうに最初考えられていたんですけども、最近の研究で、まあ、DNA 検査をされたんですかね。そしたらなんか多分これは王林と富士を掛け合わせたんじゃないかっていう研究結果が出ています。食べた感じの特徴としては、トキはまず硬いのが多分皆さん感じられやすい特徴とちゃいますかね。正直他のリンゴに比べると結構硬いので、ご年配の方はちょっと苦手な方も多いかもしれません。でも若い人なんかはシャキシャキの食感を楽しめますので、結構好きな方多いと思います。あとは香りも大変いいですね。甘さがこうかなり強い品種で、まあ、さっきちょっと甘酸っぱいとか言いましたけど、酸味はあんまりないんですね、ほとんどこれ。ただまあ爽やかさが感じられるか、まあ先ほどちょっと甘酸っぱいって表現してしまったんですけども、このトキというリンゴですけれども、まあリンゴは全部皮の部分が大変こう栄養成分が豊富と言われています。まあ具体的にはポリフェノールですね、抗酸化作用で肌のアンチエイジングなんかでも効果があると言われてますので、ぜひそのまま食べていただきたいです。このトキの選び方ですけれども、黄色いリンゴは、まあ、全身まあ綺麗に黄色く色づいてるだけじゃなくて、よく見るとこう赤っぽい部分もあるんですね。そういう赤っぽいとこも出てるリンゴの方が美味しいと言われてます。トキの出回り期間としましては10月の頭から11月の中旬ぐらいになります。ただ保存性が大変高いリンゴですので、まあ、冷蔵庫なんかで新聞紙に袋に入れていただければ、まあ、買ってから正直まあ1ヶ月とか放っておっても多分美味しくいただけると思います。僕は正直3ヶ月ぐらい放っておって食べたことはありますけど、いけました。食べ方ですけれども、まあ、リンゴはまあ生で食べるのが一番美味しいと個人的には思ってるんですけども、他にも加工ですね、焼いて焼きリンゴにしたりジャムにしたり、まあ、あとはまあ野菜と混ぜてリンゴジュースというか、まあスムージーですね、そういう食べ方も大変美味しくいただけますので、ぜひいろいろ試してみてください。それでは実際に実食していきます。リンゴの切り方としまして、まあ皆さん一般的に食べられるのは多分串型に切って、まああとは皮むくかむかんかで食べられると思うんですけども、他にも硬い皮を食べやすくするに開発された食べ方もありまして、薄く切ると皮の部分があんまり気にならず食べれますので、そちらもご紹介したいと思います。まあ、まず普通にちょっと串切りしてみます。皮は今回は食べ抜かずにそのままいきたいと思います。はい、まあ、ちょっといびつですけど剥けました。では実際実食してみようと思います。
皆さん今聞こえましたでしょうか。こうかなり音がこうシャキシャキとなってるのが分かるんではないかと思うんですけども、まあ、実際このトキというのは大変硬いリンゴなので、まあ、ちょっとしなっとしたリンゴが嫌いやっていう方なんかはこのトキ選べば、まあ、大体間違いなく硬いので美味しくいただけるのでぜひ試してみてください。はい、では次にこう皮ごと食べやすい切り方をしようと思います。まず横にこう輪切りをします。はい、でまあ、あとはもうここから縦にこう切っていきます。端っこはちょっと皮ばっかりになって硬いのでちょっと捨てるかもしくは大人の方は食べられるなんかしてください。であとはもうここから好みですね、5ミリ間隔から1センチぐらいの間隔細く切っていきます。お皿なんかで盛る時なんですけども、 このまんま行くとしたらこれを斜めにずらすんですね。するとこう結構おしゃれっぽく見えます。ちょっと盛り付けててもいいし横倒しにしてこういう感じにしてもちょっと倒れてまうんであれですけど、まあおしゃれな感じに見えると思います。でこちらの断面ちょっと注目していただきたいんですけれども、こうリンゴの芯というのはこう横に切るとこの芯の部分が星型に見えるんですね。まあ、こういうのを楽しめるんであればこのまま横に切っていくとこの断面も楽しむことができます。でまあこちらでももう皮が横薄くなりますのでそのまま美味しくいただけます。今回以上になります。ありがとうございました。